飛び交う無敵の雲は Fly away Stand by step 吹く飛ぶよりも裸のまま突っ込め Seeking music Seeking TV を一夜。はい、皆さんこんにちは、Seeking TV の Seeking です。先日僕光るボックスを見つけました。それが、こちらです。どこが光ってるかって、この間確か光ってて、あれキラキラしてた、あれおかしいな。というのは冗談で、じゃじゃん、光ボックス。はい、こちらが本体なんですが、非常にコンパクトです。まあ、これだけ見るとこの小さいボックスは一体何ですかという方も多いかと思います。本体小さいんですが、いろんなことができます。はい、こちらがテレビにつないだ光ボックスの画面です。で、こちら何ができるかと言いますと、まあね、いろいろできるんですけれど、例えばそうですね、これブラウザ、インターネットもできるし、それから動画もテレビの大画面で楽しむことができるということです。その他だと、例えばこの U-NEXT とか、スカパーオンデマンド、さらに右に行って光 TV どこでも、これらのアプリを使うと自宅にいながら最新の映画や人気のドラマが好きな時に楽しめます。あとはそうですね、画面左下、アプリを探すっていうのがあって、これを押すと、はい、アプリの検索ができるんですね。カテゴリーで探す、それからキーワードで探す、結構たくさんあるんですね。このスマートプレイというアプリを使うと、スマートフォンや SD カード、それからフレッツ・アズケールに保存された写真や動画をテレビの大画面で見れるということです。ちなみにフレッツ・アズケールっていうのはこれですね。あと便利だと思ったのがこれです、揺れくるコール。はい、こちらご存知の方も多いかと思いますが、これ緊急地震速報を通知してくれるアプリです。これをテレビで通知してくれるのはすごく便利ですね。はい、とまあこんな感じでね、ものすごいたくさんアプリがあります。こちらリモコンなんですが、見ての通りめちゃめちゃ簡単です。これはね、説明するまでもないかと思うんですが、もう十字キーとその他ね、7つのボタンがあるだけで、まあ、誰でも操作できると思います。まあ通常はこのリモコンを使うかと思うんですが、なんとですね、こちら専用アプリ光ボックスリモコンっていうのをスマホにインストールすると、お持ちのスマートフォンがリモコンに早変わり。さらにスマホや、リモコンでの文字入力が苦手という方は、これなんとね、キーボードマウスでも入力が可能です。だからこうキーボードが使えるってことは、ブラウザの検索もすごい楽ですよね。テレビとの接続方法なんですが、 HDMI ケーブルでつなぐだけです。めちゃくちゃ簡単です。あとは画面の指示に従って、リモコンネットワークの設定をすればすぐ使えます。先ほどご紹介したようにアプリ非常にたくさんあるんですが、いいものを見つけました。それがこちら、光カラオケボックスアットダム。なんとカラオケができるんですね。ということで今日は歌っちゃいましょう。大切な何かが壊れたあの夜に、僕は星を探して一人で歩いていた。 This is the music。 君を見てただろうか。僕は元気でやってるよ。君は今どこにいる。共に歩き、共に探し、共に笑い、
激しい嵐両手に受け止め勇気を出して今飛び立とう天を飛び交う無敵の雲は Fly Away Step by step 吹く飛ぶよりも裸のまま突っ込め微笑みを絶やさない太陽に照らされて僕らを包む日々は輝き続ける一人に一つずつ未来の種どんな風にも負けない強さと優しさで目を晴れ今咲き誇る花たちを天高く楽しかったです。家でカラオケできるの最高ですよね。今回ご紹介した光ボックスの詳細についてはこちらの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。気になった方はぜひ一度チェックしてみてください。今日の質問コーナーはお休みです。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 YouTube